さあ、それでは続いてのチーム参りましょう。さあ、ランクラインは戸次翔吾、シリーズ B ジャパンカップ 2K3D 現王者の登場となります。さあ、戸次翔吾、シリーズ、さあ、2年連続ジャパンカップを取るためにもこのファーストラウンドはかなり高ポイントが必要となってきそうです。さあ、それでは合計戸次翔吾、シリーズ B スタートです。参りましょう。さあ、スタートしまいました。ジャパンカップリーダー1投目どうだ、押さえて前橋ジャンプの8ポイントからゲームスタートです。さあ、持ち主ち勝負をこのシリーズのチームでファーストラウンドどこに入ってくるでしょうか。現在シードが34個、上位収まっています。2投目、これはゴールクリア、押さえてジャンプの6。さあ、これでポイントは14ポイント。戻っての3投目、30秒はバジルの6人のリスクを拾い上げて投げ込んでまいります。5、6のキャッチャーを抑えてランニングの5、20秒。さあ、この後このリスクがうまく落ち着きを手元に転がっていきます。この6の4投目、ここは時間調整は3が目の前1です。30秒3。さあ、これで現在22ポイント、5、4、3、2、1。さあ、どうだ、テンパで上げ込んでまいります。ポイント、次勝のポイントは32。上位投げてまいります。さすが赤ゼッケンのチーム、恐ろしいポイントをこの後は上げてきそうです。それではこの後はランキング8、平田はじめ会議ですが、この後